5レーン日大奈良市の第6レーン千葉南、第7レーン市立千葉、第8レーン市川東、以上7チームによりまして第4組出発です。第2走者へとバトンが渡ります。さあ混戦です。さあ混戦を飛び出してきたのは千葉南、続いて日大奈良市の日大奈良市のが前に出た。現在先頭は日大奈良市の第3走者へ、続いて千葉南、昭和学院守衛、先頭は変わらず日大奈良市の、その脇を千葉南が抜くか、競っている。さあ最初にバトンを渡すのは日大奈良市のか。さあアンカー勝負、先頭は日大奈良市の、そして千葉南、3位に順位を上げてきたのは市立千葉、さあ先頭は日大奈良市の、
着は日大奈良市の時間3分29秒70でした。